デクラン・ヒルはカナダのジャーナリスト、学者、コンサルタント。国際スポーツの八王朝と汚職の研究における世界の第一人者。2008年にチーブニング小学生としてオックスフォード大学で博士号を取得している。ヒルの著書ザ・フィックスは世界21個ともに翻訳されている。UEFA チャンピオンズリーグや FIFA、ワールドカップといった最もっとも ハイレベルな大会を含むプロサッカー界で、賭博市場やヤオチによる新たな脅威が世界規模で広がっていることを初めて示した。同著では実際に世界をまたにかけてヤオチを仕組むアジアのヤオチ組織にも取材している。また多くの学術論文も執筆しており、国際プロジェクトのグローバルインテグリティのリビュアーも務め、ロシアマフィアがプロアイスホッケーに与える影響を調査した。 2011年には、世界的スポーツ組織である、スポーツアコードによって、世界で初めて行われた反応職教育のオンライン授業で教弁を取った。このコースは後にインターポールでも採用された。2013年には2冊目となる、ザインサイダー、S ガイド2マッチフィキシングインフットボールが出版され、すぐに、日本でも完全から、日本語版、 あなたの見ている多くの試合に台本が存在するとして出版された。道著はヒルの博士論文がベースになっている。ヒルはカナダ国立演劇学校、トロント大学、オックスフォード大学を卒業している。熱心なアマチュアボクサーであり、趣味や競技としてキューバを訪れたボクシングのグループを引率したこともある。2012年3月31日には、 小田わ市のガン地域基金をサポートする目的でチャリティマッチに出場、勝利している。ありがとうございます。